どうも星野星です。まあおはようございますって言ってもね、もうね、昼前ぐらいなんですけれども、まあ今朝はね、今もまだ続けてますけれども、昨日の12月12日第20回54ゴルフクリニックプロの、YouTube 第1エピソードを作っています。今日公開するんでね、ぜひご覧くださいって言っても、この YouTube を公開するのはまた別の日ですけれども、まあね、12月12日の次の日というか12月13日ですね。僕も無事なんと49歳になりました。おめでとうございます。ということで、今日は誕生日ということですけれども、まあ久しぶりにね、まあ一日のブログみたいな感じでね、つけてみようかな、撮ってみようかなという感じですね。まあこの後ね、まず YouTube 仕上げて、その後は、パワーハウスジムって、先週ちょっとプロアマのね、準備とかでね、全然トレーニングできてないので、久しぶりにトレーニング、誕生日なんで、ね、自分へのご褒美でトレーニングしようかなというふうに思っています。まあもちろんその後、トランマンに行くので、その模様をご覧ください。それでは、レッツゴー。ゼロ度で弾が上がる。で、上げようとするとやっぱ右行っちゃう。
あのターゲットに対してどうしてもフェース嫌うと思うんですよ。だけどこのセットアップからアッパー 3.4mm にするとすっごいオフを変えないといけないから、ちょっとこうインパクトローケーションにしたら当たる場所とか不安定。この動きですよね。この顔が右に倒れる動きがやっぱオープンフェイスを生んでますよ。逆に言うと左側を左耳がここから離れない、低いんか離れちゃう、そんな腰が違う。ああでもそういうことです。そういうこと。おお、ちょっと録画します。おお、全然ほら、これが右が倒れてるやつで、左が倒れてない。まあすごいわかりますね。はい、今日の12月13日ですね、10時50分、もうすぐ11時に夜中になりますね。先ほどまで夜のね、10時過ぎまでレッスンしてました。で、まあ最後のね、M さんは、昨日のプロアマも出てくれたんでね、昨日もプロアマではユータと回ってもらったんで、まあユータね、今後どうやって活動していくのなんていう話を少ししてきました。今日ね、実は朝誕生日の軽い動画を撮ってきますって話をしたんですけども、その時に YouTube 作成して、昨日のプロアマのね、参加プロの YouTube を作成して、ぜひ見てください。見てない方、各プロのねいいところ出てると思うんで、インタビュー楽しいですよ、ぜひ見てください。でそれを作って、アップロードをして、その前にこのパワーハウスジムでトレーニングをねしたいっていう話をしてたんですけども、それが自分へのね誕生日プレゼント予定だったんですけど、無理でした。まあ、僕のね YouTube 制作能力の低さというかね、まあちょっと無理で間に合わなくて、今日はトレーニングなし。明日はちょっと分かんないです。で今日のレッスンは、バースデーのねレッスンは1時間目が、柿沢拓真君、法政国際高校1年生、うちのね次男、15歳なんですけど、拓真君も高校1年生で同級生ですね。まだラウンドはね一緒にやったことがないんですけども、今週の16日の木曜日かな、一宮に一緒に行きます。課題としてはちょっとね右倒れが強いんで、まあ、アプローチとかそういうところから、まあ、左打ちやったりとかしながら、まあ、基本的なところを、ね、今変えてるところです。18時からはね、愛さんは実はね10月7日からちょうど2ヶ月ですね、やっぱり、レッスンしてるんですけれども、やっとね良くなってきた。これはねきっかけって面白くて、先週の木曜日12月9日にカレドニアにラウンドレッスンに初めてご一緒したんですね。でそこでラウンド終わった後に、まあ、僕がよくやるサンドウェッジでの芝生の上からのスティックでの練習をやって、そこでねすごく愛さんは掴むものがあったみたいです。今日はねこの2ヶ月の中で最もトラックマンデータも映像もインプルーブした日でした。すごくこれからが楽しみですね。そして3時間目は高大君、大学3年生、なんと法政大学経営学部3年生、僕の超後輩です。僕もね法政大学経営学部卒業ですからね、皆さん間違いないでください。6年間かかりましたけど、2年間アメリカいたんで、一応僕卒業してます。僕と似ていて、3年生で1回大学を休学してシアトルに2年、留学するそうです。もちろん僕と違って僕はゴルフだったけれども、彼は勉強で留学して、これから2年間ねアメリカに、シアトルに留学する予定だそうです。だけれどもまあゴルフにもう今ドハマりしてるんで、まあ、今日はねまずアプローチの練習の仕方とか、アプローチの重心配分とか、まあ、ドライバーのポスチャーとか、まあ、基本的なね、チェックをして、基本的なレッスンをしました。でまあ次回に、まあ、2月に渡米するということなので、それまでに、まあ、来週ぐらい、まあ、5回ぐらい来れればみたいな話で、でもさっきねメッセージが入ってて、まあ、早速ね12月19日、20日、22日ぐらいは行けそうなので、ぜひお願いしますっていうのが入ってました。嬉しいですね。
そして、今日の最後、さっき言った M さんですけれども、まあ、M さんとはね、もう長く3年、4年とレッスンしてるんですけれども、まあ、12月の末、28、29、32、最後、房総カントリーの方で、最後、ウィンターキャンプ、今年の締めの仕事をします。その時にね、M さんも参加してくれるので、まあ、そこでの課題をしっかりこれやりましょうっていうことをやってます。まあね、そんな簡単にちょんちょいちょんちょいうまくならないんですけれども、12月13日、僕にとっては生まれた日誕生日で、まあ、今年49回目の誕生日ですね。僕がロゴルファーを目指す、渡米する時、ちょうど今日の高大君みたいにね、大学3年生の今の12月の誕生日、どういう気持ちだったかなって考えてみたんですけれども、そうですね、まあ、アメリカに行くワクワク感と、やっぱりその当時、付き合ってた彼女とどうなるんだろうなっていうね、心配事をしたりとか、まあなんか青春の淡い気持ちもあったかなって。だけれどもやっぱりもうそこから先の人生っていうのは始まってみるといろいろありましたけれども、もう本当あっという間、当然ツアーで成功したいっていう気持ちが、まあ、この YouTube の中でも何回もね言ったかもしれないですけどあったんですけれども、僕がすごいお世話になった方から今日メッセージをいただいて、来年シニア50歳になってもうすぐシニア入りだねっていう話があって、じゃあ僕シニアツアーどうするんだろうって正直考える時もあります。で、昨日今日アップした YouTube の動画で檜山先輩がシニアツアーすごい楽しい、すごい楽しい出てっていうのを聞いた時に、まあ、本当にね、まあ、心動くというか、そういう思いもしました。でもじゃあ僕今やってる仕事って結構責任があって、こうやってお客様に恵まれて上手くなりたいとか、まあ、こうやってユータがツアープロになっていって、まあ、ユータの他にもそうだけれども、まあ、じゃあツアーに行ってその時は俺ツアーだから無理だよとか、例えばお客様がクラちゃんの決勝の前の週なのに僕、いやすいません、ツアーなんですいませんみたいな、それはちょっと今の仕事的になしなのかなと思うので、まあどういう形で試合にもう一回挑戦できるのかっていうのは分からないんですけれども、まあまあこのパワーハウスジムで、ね、トレーニングするのも一つはそこにあるので、まあ、スポットになるかもしれないけれども、まあ、こうピンポイントで例えば日本シニアオープンだけ真剣にもう一回挑戦してみるとか、僕日本オープン出たことないんでね、だから日本シニアオープン挑戦するとか、まあ、なんかあるんじゃないかなとは思っています。まあ、49歳、こうやってね仕事に恵まれて、まあバタ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 毎日してますけれども、引き続きぜひ皆さんもお付き合いいただければというふうに思います。今日の動画がいいなと思った方はぜひお願いします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次のエピソードでお会いしましょう。プロアマエピソードになります。次はバイバイ。